初期の半導体トランジスタで何ができるようになったのか分かりやすいのは実は補聴器です。集めた周りの音を電気の力で大きくしています。半導体の一つ目の役割は電気の流れと量をコントロールすること。またごく短い間に膨大な回数のオン・オフをする機能もあって電気を大きくしたり小さくしたりして家電やスマホの複雑な動きを可能にしているんです。そして2つ目が電気を光に変えること。おなじみの LED 電球、 LED そのものが実は半導体で光るんです。そして3つ目が今度は光を電気に変えること。代表的なのが太陽光パネルです。太陽光が電気になるのは半導体のおかげなんです。我々の生活に欠かせないさまざまな電化製品はこの3つの主な役割の組み合わせで動いているんです。